諸軍は全部任せとけって海底こ陳宗の鉄壁の守備を崩します。皆さん運勢を期待します。任せてください。俺が皆を勝利に導きます。勝者と運命を日本の国からされます。この制裁は勝者を頼みます。運転を守ればいいんですね。よし、任せてください。サンコ、生徒に帰ったらあれをやろう。桃の木の下で兄弟の誓い。そうだよ、誓おう。長兵自由を切り上げる。果たして。よし、決まりだな。さあ、早くこの戦を終わらせよう。兵器など持ってきても無駄よ。奴らを城に近づけるな。敵の動きは相当だ。こちらも兵器で対抗しましょう。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。兵器を使っての消耗戦か。武器庫を開け。兵器を補充しつつ戦うのだ。うちの兵器が、そう、キリがねえな。先武器庫を押さえておくか。上将、地下通路が完成したとの報が届きました。わかりました。では裏から武器庫を叩きます。あんたたちは目を引きつけてください。別の隊が防御につかない。出動せよ。一気に押し潰せ。
Yeah!
ところに。それではこちらの策だ。敵船が中にいるだと。どこから入ってきた。サク、嫌な感じの正体はこいつらだ。こっちから来てよかったぜ。野暮な戦ぶりですね。この私が戦の美学を教えてあげましょう。おかしな奴が来やがった。注意しとかねえと。ぶっ潰す。この俺が相手だ。えい。うん、星は艦長ですね。そんな容赦はしませんよ。もう子供扱いされるような立場じゃねえ。俺がみんなを守るんだからな。どうにもならん。真相は制圧した。私たちの勝利だ。ああやったな観光。さあ帰ったら桃園の誓いだぜ。兄嬉しそう。